音声学とは、音声について科学的に研究する、言語学の一分野である。音声学は、音声の正確な観察と、その記述、及び音声が生じる過程や、気候の解明を狙いとしており、一発音、二空気振動による、電波、三聞き取り、という観点から、超音音声学、音響音声学、聴覚音声学の三分野に分けられ研究されている。また、 発生期間に関する医学的研究も音声学に含まれることがある。超音音声学は人類史の中で非常に長い歴史を持っている。その発端は紀元前4から5世紀に古代インドで行われていたサンスクリット語の研究であるとされている。16世紀から18世紀にはイギリスで古典的な音声学が誕生し、19世紀から発達した。 この頃に活躍したイギリスの音声学の研究者として、サー、アイザック・ピットマン、アレクサンドル・ジョン・エリス、アレクサンドル・メル・ビルベル、ヘンリー・スウィートが挙げられる。アレクサンドル・ジョン・エリスは、ホネティックスという用語を初めて使用した。ヘンリー・スウィートは、イギリスの伝統的な音声学である英国学派音声学を確立させた。20世紀以降、英国学派音声学は、 イギリス・ロンドンのユニバーシティ・カレッジ、ロンドン音声学科を中心に発展した。UCL 音声学科教授のジョン・クリストファー・ウェルズは、1912年、UCL にイギリスで最初の音声学科を開設したダニエル・ジョーンズの後継者として、20世紀で最も巧妙な音声学者である。なお、UCL に開設された音声学科は、二千八年一月にその幕を閉じ、 心理学言語、科学専攻人間コミュニケーション科学科に統合された。島岡、佐藤によれば、音声学は、音声の正確な観察と、その記述、及び音声が生じる過程や、機構の解明を狙いとしている。一方、音韻論は、言語体系に占める音声の位置づけ、およびその役割や機能に関する事柄を解明する、ことを狙いとしている。つまり、音声学は、 音声がどうやって作られ、どのように伝わり、どのように理解することができるかを研究する学問、音韻論は、音声が、どのように並べられ、どのように入れ替わり、どのように意味を持った上で、区別するかを研究する学問ということになる。音声学と音韻論の分離に貢献したのが、プラハ学派である。この学派は、ソシュールのラングとパロールの区別に影響を受け、音声における、 ラングの研究として、音韻論の確立に努めた。プラハ学派によれば、音声におけるパロールを研究するのが音声学であり、ラングを研究するのが音韻論ということになる。音韻論で抽出した有限の音素は、スラッシュの間に入れて、音韻表記するが、音声学における物理的な音は、国際音声記号をはじめとした、音声記号を書く書で囲んで、単音表記する。 IPA は、言語音の区別の研究が進んだり、新たな言語音が発見されたり、またより精度の高い表記を目指すに伴って、たびたび更新されている。音声記号は、IPA の他にも、コンピュータ上での記述に適した X3 パや、キルシェンバウム、各言語固有の音声記号等が存在し、米語、ウラル語学やインゴー語学固有の記号等、 目的に合わせて様々な音声記号が考案されている。ありがとうございます。